んとこちらの充電器、モバイルバッテリーでも充電ができちゃうんです。つないでみたいと思います。 Type-C で入力します。みなさんこんにちは、オートバイ女子部のるりこです。本日はデートナさんのディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブルの紹介をしたいと思います。では早速開封してみます。箱の中には充電器本体とクランプ接続コード、車体接続コードが入っています。はい、それでは実際に試してみたいと思います。今回使用する車両はこちらです。ホンダのグロムです。こちらはオートバイ女子部のみんなで耐久レースなどに参加するときに使用していた車両なんですが、最近はちょっとレースカート都度お休み中なので、一体いつ最後エンジンかけたのかわからない状態。果たしてバッテリーは大丈夫なのでしょうか。じゃあこれを使ってね、試していきたいと思います。こちらがバッテリーです。さあ、それではこちらを実際につないでいきたいと思うんですが、通常のバッテリー充電器はまずコンセントがある場所じゃないと使用できないと思うんですが、なんとこちらのバッテリー充電器ポータブルはモバイルバッテリーで充電することができちゃうんです。すごいですよね。やっぱりバイクの保管場所ってガレージがある方はコンセントがある場所で充電ができると思うんですけど、屋外に置いている方だったり、そういった方はコンセントつなげないじゃないですか。ってなると、このバッテリーをいちいち外してお家まで持っていかなければいけないっていう手間があるんですけど、モバイルバッテリーがあればできちゃうんで、それを今からやってみたいと思います。それではまずですね、コンセントもモバイルバッテリーもつながない状態でクロムのバッテリーに接続してみたいと思います。つけます。プラスとマイナスでつけますね。じゃあ行きます。よいしょ。はい、つけましたね。はい、なんとこちらはコンセントやモバイルバッテリーにつないでない状態ではバッテリーの簡易テスターとして測定することができるんです。というわけで、今こちらのグロのですね、測定値が 12.08V、半分ちょっとぐらいある状態ですね。でもやっぱ減ってますね。じゃあこれを実際にモバイルバッテリーをつないでみたいと思います。 Type-C で入力します。いきますよ、せーの、じゃん。はい、ここに今チャージって出てるんですけど、今これで充電されているということですね。こちらはね、このようにディスプレイがついてるのですごく分かりやすいですよね。どんどん充電されてます。あ、そして今これ見えますかね、スタートタイムとフィニッシュタイムっていうのが出ているんですけども、これがあと充電がどのぐらいで終わるかなっていうのがこう目で見て分かるんですよ。やっぱ充電っていつ終わるかわからないじゃないですか。それがね、こうやって数値でわかると後の予定が立ちやすくっていいですね。あと4時間半、頑張れー。もちろんコンセントでも使用可能です。ちなみにこの LCD ボタンを押せば画面のライトをオフすることもできます。そしてこちらの充電器は5ステップの充電方式を採用していることによって、バッテリーの状態に合わせた最適な充電が可能となっています。そしてサルフェーション除去機能というものもついていて、このサルフェーションっていうのが放置していたバッテリーなどに現れるものらしいんですけども、悪いものが増えていくと放電がうまくできなくなって、バッテリーがむずっ、バッテリーの劣化につながるサルフェーションを除去してくれることによって、バッテリーの寿命を伸ばす効果があるそうです。安心ですね。そしてこちらのコード収納機能は、これ使わないときはこのようにぐるぐるっと巻きつけることによって、こんなにコンパクトに持ち運びすることができます。ちなみにこちらの車体接続ハーネスをバッテリーに接続しましたら、このカプラーをセットするだけで接続が可能です。また充電中に気になるのが盗難ですが、この充電器には盗難防止用の7パイホールが装備されています。これで外で充電していても安心です。
ちなみに説明書の方にはモバイルバッテリーの出力が 60W 以上推奨しますと記載があるんですけども、実際に今回使用してみたのは 65W の出力のものにしてみました。試しに 45W だったり 20W のものを使ってみたんですけど、そうすると充電がされなかったり画面が消えてしまったりすることもあったので、やっぱり出力は 60W 以上がいいんじゃないかなと思います。でこれは Amazon で 60W 出力モバイルバッテリーとかで出てきたやつなんですけど、一番安い 5,6,000 のものを使用しても充電することはできました。なのでワット数だけ注意してください。はい、というわけで今回はデートナさんのディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブルを紹介させていただきました。なかなかね、バッテリーの充電ってコンセントがある状況とか充電する環境は選ぶと思うんですけども、モバイルバッテリーを使用して充電できるのはこれから冬場にあまりバイクに乗られない方だったりとか、こまめにバッテリー充電したいよっていう方にはすごく便利なアイテムだと思いました。ぜひこちらデートナさんのディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブルチェックしてみてください。というわけでオートバイ女子部のルリコでした。バイバーイ。